そろそろ僕たちの番ですけど、どうですか気持ちは。1時間15分待ってますけど。そんな待った。待ちました。ふくらはぎパンパンでしたね。立ちすぎたんですけど、で3時間並んだことあるんで。あ、余裕で。富田でね。そうそうそう、千葉の。そう、富田さんが来るんですよ、うん、出勤してくれて、はいはいはい、2時間ぐらい並んだら、うん、したら、あ、富田さんだみたいな、もう、どうもみたいな、来るの。へぇ、スターみたいな、羽田空港に来たスターみたいな感じで、富田さんみたいな、へぇ、この人が来たぞってなるの、うん、僕だけ思いっきり睨んじゃいましたよ。うぜえよって目に涙ためてそんなやついねえだろ。そしたら僕だけ、うん、ピラフ出てきた。つけ麺じゃなくてピラフ出てきた。似合うんだからだよ、うん、それ。そのピラフがめちゃめちゃまずかった。まずいだろうね。ちゃんとだって日水のやつだもん。日水の。いや、日水の。日水のピラフ。怒られるわ日水の。うまいわ。日水のピラフをそのフライパンでやったとかじゃなくて、うん、ただチンでやったから下の方とかも全然氷だったし、さ、最悪のピラフ。ラップもしちゃやんない、ね。あ、それはやばいね。日水のただピラフを袋がザーって皿に開けて5分乱暴にチンしたの。はい。魚のキムチがついとって、はい、最後それを輪の上に乗せて僕が言ったら、今日はカツオと昆布と梅のお出汁をかけて出汁漬けまでできる。へえ、最高。そういうこと、だから食べるので日本一なんて表彰されてる。え、あ、本当だ、食べログ。これはニューヨーク放送の新聞に載ったやつ。へえ、すごい。すごいよ。すごいよ。いや、並んだ甲斐ありました。すごい。口で言っても誰も信用せんねえちゃう。これ見せたらみんな一日もしか合わせない。ジャニハ御膳の練り物付き2つ、うん、あとワスカンもらいたいです。ジャニハ御膳の練り物付き2つと、今日はケーキ鶏肉でした。練り物で作っちゃった。みんなホールで買える。こういうやつ開けてくれて。はい、お姉さん今寝て作ってあげたて。これやったからさ。はい、もう一個置いといてください。いただきます。はい、そしたら写真は撮らないでください。あ、すいません。うせやさん。みんなたまーって撮って撮る。撮るよ、撮るよ、撮るよ。これ女性用、はい、気をつけて。はい、来ました。大トロが若いし、いっぱい食べるだろ。そのが若い。めちゃくちゃ美味しい大トロが。はい、え、マジか。切れ端。あ、切れ端。やった、くれた大トロの切れ端。一番うまいとこじゃん、切れ端なんて。やったぜ。手で受け取ろうとしたやつはもらえなかったけど、俺も。はい、わかりました。取られた。めっちゃ美味しすぎる。あ、それは当日でもいいんですけど。当日でもね。はい、今の食事の時に、はい、とろけるうまさ。数えてくださいね。別に来たね。本当ですよ。はい、待って、よかった。よかったです。うち宣伝しんから。あ、そうなんですか。入ってきた人だけが知ってる店。あ、はい、ありがとうございます。本当に美味しい。ここら辺の料理屋さんみんな食べる。ああ、料理屋さんが食べる。うん、ガチだ、ガチだ。うん、確かに。いや、本当の。やだ。ありがとうね。ごちそうさまでした。本当に美味しい。じゃあ明日またよろしくお願いします。はい、この土物が神の領域でうまい。もうこれで1300円お得だわ。あ、順番横に。海鮮なんじゃ。ごめんな。こんなこと？海鮮なんじゃ。できないから。マジ言われてない。いやいや。おお。
いくらでもいける。入れる。さつま揚げいただきました。さつま揚げいただきました。今から海鮮パンジュが来ます。はい、これカキ。あ、カキ、はい、私です。もう1個喉もれたけ。私の喉もれ、はい。あ、これなんだ。これ、今のはカキね。へぇ、納豆カキ。半分ずつして食べたら両方食べれる。あ、本当ですね。それだ。柔らかい。ちょっと待って、足で。あ、そうなんですよ。じゃあ、はい、はい、海鮮パンジュ、本当に神妙な。半分ずつしようか、せっかくだわ。その煮物のところ、あ、いいや、ここで水に取って。マジでうまい。人生ベストトロフィーでしょ。死ぬほどうまい、これ。なんか、本当に、かっけえ魚って。もう焼けし。あ、新鮮ペネじゃないよ、これも本当に。この海鮮まんじゅうっていうのがあるんですけど、このなんかね、僕が牡蠣で彼がのどぐろ頼んだんですけど、めちゃめちゃうまいんですよ。でね、あの海鮮まんじゅうっていう名前なんですけど、彼が新しい名前を命名しました。エンジェルヘビ。本当に美味しい。はい、今お店を出てきましたけどもね、良かったですね。いやマジで並んで良かったし、時間半並んで良かった。あ、こっちか、ちょっと、はい、マジで美味しかった。まだ串が美味しいし、天使のね、おじさんもすごいやっぱ美味しかったね。天使のおじさん、だってあの端っこ出てきた時びっくりしたよね、うん、大トロの、ね、そう、僕らにね、だけにね、大トロの、あ、しかもその時これ取ってたから、撮ってる時に置いてくれて、ちょうど撮ってた。ぐじゅってね、うん、戻ってくれたよね。そう、ジュチー。いや、本当に良かった、並んで。こんなこともあるんだな、生きてると。いや、これはね、マジでね、ぜひアゲハっていうお店なんで、はい、ね、これ見てる方10時50分に行ってください、うん、10時50分、いや、そうだね、10時50分でね、そうするとちょうどお腹空いてる時に食べれるし、40分ぐらいで入れるから、うん、待たないでも。ちょっと時間15分並んじゃったから、そう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 、ちょっとそれがやっぱりね、これだけね、あったんですけど、まあ、あの何でしょうね、味の分かる男性は味の分かる女性を連れていくと1コロですよ、コロ1。そう、天使のおじさんも本当にいいキャラでね、またぜひ一人ぼっちで行っても、ここ金沢に来たら一人ぼっちで、ね、必ず来たいと思います。一人ぼっちで行ってもらってね。じゃあ今から俺たちはどこに行くのかな。またさっきの場所に戻る。へー、城でも行くか。美術館。美術館、オッケー。 See you。 See you。